人はなぜ生きるのか、自分とは何者なのかといった人生の根本的な問いに対しても、なぜこの時代にこの国に生きているのかといった大きな疑問に対しても、現代科学で答えを出すことはできません。皆さんに宗教的視点、霊的人生観を道しるべの一つとしてお伝えしている天使のモーニングコール。今世界を見渡せば、テロや紛争が絶えず混沌とした情勢です。皆さんも緊張感を持って見つめていると思います。今日から2週連続でタイムリーな内容も含めて、非常に大きな視点で説かれた大川隆法総裁の講演をダイジェストでお送りします。8月2日東京ドーム、5万人が集まり、取材陣も多くいらして、満員のドームをほほーという感じで見渡していました。清水文香さん、改め千言よし子さんの歌についても、後日テレビやネットで話題でしたよね。リスナーの方々からも、ドーム行ったよというメッセージたくさん届いています。22年ぶりとなった大川総裁による東京ドームでの公演、去年立秋30周年を迎えた幸福の科学、この番組天使のモーニングコールも放送開始から25周年を迎えました。番組でお届けしている仏法真理のその源は、大川総裁がこれまでに説かれた2600回を超える説法の数々です。この法を説く大川総裁は、個人における悩み解決のヒントはもちろん、国家レベルの政治経済をはじめ、日々刻々と変化する国際情勢に対しても、鋭い分析と未来への指針をタイムリーに発信し続けています。今その発言に全世界の人々が注目していると言っても過言ではないでしょう。この日、全国全世界3500箇所に同時中継された法話、人類の選択。では早速お聞きください。ありがとう。22年ぶりの東京ドームに、なりました。もう22年前までに東京ドームで10回公演いたしましたですけれども、その後、深く静かに活動を続けながら、全国全世界にこの教えを広げてまいりました。その間、2200冊を超える本を出版し、2600数十回の講演をいたしました。私の講演を聞いた方は何億人かに上ります。今日も東京ドームから全世界3500箇所に衛星中継がかかっております。この地球全体に向けて教えを発信するということは、限りなく重く強い責任感の必要とされることであると感じています。しかし、もう30数年やってまいりました。全世界で教えを広めてまいりました。今私はかすかな
小さな自信を持っています。東京ドームから全世界に教えを説ける人が今地球上にいるでしょうか。これが私が存在し皆様方の前に立っている意味です。どうか本日この場に集われた皆様方は後々の世まであなた方の主は21世紀の前半において人類を見捨てなかったということをお伝えください。世界の人口は70億を超えました。教えを届かせるのは大変です。しかしこの21世紀が平和と安定の世紀となるか、それとも増えすぎた人類が淘汰される時となるか、それは現在ただいまの皆様方と皆様方に続くであろう人たちの行動に一重にかかっています。なぜ今私が22年ぶりにここでお話をしているか、それは今という時が人類にとって未来を分けるちょうど山の頂を登り詰めた時にも当たるからです。8月2日東京ドームで行われた幸福の科学大川隆法総裁による特別大講演会、人類の選択の模様をお届けしています。法話の冒頭で説かれたのは、東京ドームから衛星中継を通じて全世界の人々に向けて教えを説くことの重く強い責任の自覚についてでした。そして21世紀を迎えた今という時代が人類にとって未来を分ける時であるともありました。この後は様々な宗教でも説かれる人類の起源、創世記について語られました。地球という星における営みを太古の昔から寛容の心で見守ってきた創造主があり、その名前まで言及されていました。科学では証明しきれない壮大なスケールの話の数々に圧倒された方が多かったと思います。同時に大川総裁の目に映る今という時代が遥かなる過去に遡り、そして遥かなる未来を見据えて語られる今なのだと感じます。世界は人口100億人に向かっています。各地で起きるテロや紛争の数々、私たちはこの今という時代をどのように認識したらよいのでしょうか。大川総裁が続けて語ったのは、
現代文明が抱える危機についてでした。一つはお分かりでしょう。アジアにおいて新しい火種が持ち上がっています。言うまでもなく、北朝鮮による核開発や弾道ミサイルの実験です。アメリカと互角に戦えるようにしようとしています。彼らの立場から見れば、もちろん自国の防衛のためにアメリカからの攻撃を防ぐための軍事力の強化でしょう。しかしアメリカの側から見れば、アメリカ本土をも攻撃できることが視野に入った ICBM をすでに持っており、原爆実験、水爆実験に成功したという北朝鮮に対して、あの国が黙っていられるはずはございません。まだまだ交渉する余地があるように言う人もいます。話す時間はもう終わったという人もいます。危機はすでにあちこちにあるんです。こういう時に世界にリーダーがいなかったら止めることができないんです。現代の文明が抱える危機、その一つの火種は今世界が固唾を飲んで注目しているアメリカと北朝鮮の関係。緊迫する世界情勢に対して危機感を募らせている方も少なくないはずです。日本は平和を享受していますが、世界に目を向ければこの北朝鮮とアメリカをはじめ、中国、インド、中東においてはイスラエルとアラブ諸国の間など、いわゆる核戦争の危機は様々にあると大川総裁語っていました。総裁は1990年代から北朝鮮による核開発の危険性を警告し、近年も様々な法案の中で世界情勢に対して意見を発信し続けています。その姿に感じるのは、何百万という単位での人の命がかかった国家間の対立や戦争の危機は、宗教家であるならば決して見過ごせない問題であるという、まさに救世主としての自覚も併せ持った人の本心です。人類が歩むべき正しい道とはどの方向にあるのか、さまざまな価値観が対立しています。日々目まぐるしく国際情勢は変わっています。その中で一定の価値判断を下し、オピニオンを発信することはとても難しく、大きな責任が求められることだというのは皆さんもうなずけると思います。しかし大川総裁はシンプルに一つの指針を指し示しました。法は人類の選択、前半部分の締めくくりにあたって語られたのは、宗教的視点での国防と正義についての考え方です。いろんな国が愛国心を持って国防をやるということは、その国の安定と発展のためには大事なことです。それは認めましょう。日本の国の中で地方自治が認められるように、地球の中で200カ国近い国がそれぞれの国の自衛のために国防をするということは当然のことだと思います。しかしながら、これは一つの物差しであって全てではございません。もう一つの物差しは、やはりそうした考え方の中に世界的正義があるかどうかということが大事なことだと私は思うんですね。だから国防、国を愛する、国を守るということは各国の持っている権利ではあるんですけれども、その守るべき国が世界正義に照らして正しいか、神の心に
照らして正しいかという基準がもう一つあるということを忘れてはなりません。ですから皆様方が今生まれ直すとしてどういう国を選ばれるかということをよく考えていただきたいんです。もう一度生まれ変わりたいという国はやはり神の正義が背景にはあると思わなければならないんです。辛い選択ではあるけれども自国を防衛するということは防衛するに足る国家であるかどうかという神の目からは逃れることはできないんだということです。これを私は言っておきたいと思います。今日の天使のモーニングコールは8月2日東京ドームで行われた幸福の科学大川隆法総裁による人類の選択、この講演をダイジェストでお届けしています。各国には愛国心に基づく国防の権利がある。しかしそこには世界的正義という価値判断、物差しが必要だとありました。そして世界的正義を導くために考えるべきことは神の心であると。神の正義が実現している国、それはシンプルに考えれば私たちがもう一度生まれ変わりたいと思える国であるともありました。この神の正義という言葉、皆さんにはどう響くでしょうか。法話の冒頭で総裁は創世記に触れられ、遥かなる昔に人類を創造し、さまざまな文明の変遷の中、人類の営みを見守り導いてきた存在があることを語りました。2015年末には正義の法という書籍が出版されています。その中にはこんな一節があります。神の一番の願いはもちろんできれば一人残らず多くの人たちが幸福に暮らせるようになることだということです。神のマネジメントが地球レベルで行われているのだということを知ってください。大川総裁が見据える世界の見取り図、私たち人類が歩むべき道、そこには民族や宗教の違いを超え地球人類を生み育み導き続けてきた存在、そして今現在もこの地上に生きるすべての人の幸福を願い正しさとは何かを示し続けてくれている存在の心が反映しています。東京ドームでの大川総裁による法話、人類の選択、今日はその前半の模様をダイジェストでお届けしてきました。来週お送りする法話の後半では、世界の平和と繁栄を実現する上で不可欠な宗教対立を乗り越えるための根本的な思想ですとか、地上に生きるすべての人に届けたい神仏からのメッセージが語られます。里村英一さんをお迎えして解説交えてお送りしますので、来週もどうぞお楽しみに。